それでは年金アドバイザー口座説明会の方を始めたいと思います担当はレクセン人講師シャロー氏の大野と申しますよろしくお願いいたします年金アドバイザーのね三級二級の口座の方を僕の方で担当しますのでこの説明会では年金アドバイザー試験の内容とね まあそれとあの講座の内容なんかを皆さんにお伝えしたいとそのようにね思っております。であのパッと聞いて頂い,いて、えー、2級と3級と、えーまあ、出てきてですよでなんとなくこう1級ってないのかとかねあの素朴な質問でいただくことがあるんですけども。 現状はあの銀行さんが主催しているこれ検定試験で二級と三級がまあメインで一級っていうのはないんですねで二級がえ現在の試験では最難関でで三級はまあ二級試験に比べるとえ幾分まあ幾分というかあの二級は結構難度が突き抜けていて三級はすごくスタンダードなえー試験という位置づけです。 でちなみにあの4級っていうのもあるようなんですがあ難度的に割と平易なタイプだと思いますので講座の設定としてはね2級と3級と設定して皆さんに講座の方の、ね、ご案内をしているとそういう形ですね。であの、まあ、この種のガイダンス説明会をやるとその2級と3級と どっちが向いてますかみたいなことはよく聞かれるんでえ現状こうえ迷われてる部分とかがありましたら話聞いていただいてねえ3級向きなのか2級向きなのかまあご自身のタイプをねえ判断してほしいなとえそんな感じでもね思っております。であとはあのネアド試験のまあ目的というかえ合格してどういう 部分で役立つのかっていうところもお話ししておきますと3級の試験の合格レベルで簡単な相談であれば対応はできるんじゃないかなとありがちな基本的なものであればアドバイスしたり簡単な相談の対応はできるんじゃないかなとただその内容がこう相当複雑なものとかになるとなかなかこう難しい部分とかも出てきて。 えー、アドバイスレベルであれば全然問題ないと思うんですけどより複雑な高度なものになってくると、まあ、2級レベルが問われるのかなとそんな感じでね思っております。であとあの今回、まあ、皆さんにご案内する内容っていうのは、えー、3月向けの検定試験の対応でねお話ししますので。平成31年の 三月向けの試験、まあそれに対応する講座ということになります。あの三級に関してはすでにあの受かっていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、三月と十月と現状年二回の試験の体制になっているんですけど、二級試験は例年三月のみ一年間に二回の。 試験になってますので、まあ受けるチャンス一年に一回というね、えー、感じではあると、以上そういうとこね。であとあの画面にね、えー、講座のリーフを映して、三、えー、級と二級のまあ試験のえ内容をねお伝えしようと思っておりますので、ちょっと画面の方に切り替えます。で三級も二級も同じ日に試験なんですね。三、えー、月の 3日2019年の3月の3日の日曜日の試験で3級試験は、えー、午前中行われまして後ほどまた2級の話はしますけど2級も同日に行われて午後が2、えー、級試験というね、えー、感じにはなっているとそういうとこです。で3、えー、級試験に関して、えー、試験のね形を言うと、えー、30問基本の問題が出て えー、あとの20問が事例なんですよまあこの事例が、えー、一番山場かなというふうには思っております。で基本の問題はこう過去問ベースでしっかりやっておけば、まあ、大体同じ感じの問題ばっかり出ますから、まあ、十分対応できるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、事例が結構ね、えー、手を焼くと。まあ、そこで えー、講座の意味があるのかなというふうにはね思っております。で全部で、えー、50問あってで何点取ったら合格するのかという,言うと基本まあ6割以上合格ライン6割以上というふうに思っといてもらったら OK です。で基本的に計算するあの試験ですので、えー、電卓持ち込んで、えー、OK で。 で口座自体もこう電卓は持ってきていただきたいなとそんな感じで思っております、まああのまあ、普通の電卓でいいんですけどね、まあ、あの携帯型のちっちゃすぎる電卓はまあ多少こう打ちにくいと思いますので、えー、まあ普通のまあ電気屋さん行ったら 1,000, 1000円ぐらいかなあのもうちょっとこう金額前後するかもしれないけど まあ1,000円前後ぐらいでえ電気屋行ったりえどこ行ってもねこう手にまあ馴染むぐらいの大きさでちっちゃすぎずという感じですかね、まあ、あとはもうあの普段使ってるものが慣れてるやつがあったらそれでいいんじゃないかなという感じで思っております。でえまあ,あとはねあの,試験の概要をざっとこうしゃべった形なんですけど。 あのどんな感じかちょっと雰囲気見てもらおうと思ってて一応あのリーフの方にも「こんな感じの問題なんですよ」というのをこう雰囲気を載せてるんですけどあのこれは僕自身が予想問題講座の中で予想問題の解説講座もやるもんだから、まあ、予想問題でこんな感じの雰囲気の試験ですよというのを皆さんに見てもらっている形です。 で、えーまあ、ちょっと画面上10月の試験で予想問題の講座もやっていて三級試験はね、まあ、その中から抜粋でまず雰囲気ですよあの統計の問題が出たりあと医療保険のむっちゃむちゃ基本的なことを聞いたりあと年金の問題ですからね国民年金の加入者の 問題だとか保険料の問題だとかあと、まあ、厚生年金の加入者の問題だとか、まあ、こういう感じで、えー、割とまあ短い文章で基本的なことを聞く問題が出ると問題の雰囲気ですね。 で当然ながらあの年金の試験ですから老齢年金障害年金遺族年金の具体的な年金給付の要件を聞くような問題も出るとただその基本の30問の問題自体は社老士の勉強されている人もいらっしゃると思うんですけど、えー、社老士の試験の問題とかに比べ,て比,べる比べた場合にだいぶ優しく感じるんじゃないかなと。 えこう皆さんをこうえ引っ掛けてやる落としてやるみたいな感じは全然なくてまあシャロシ試験は多少ねそういうとこがあって意地悪意地悪してくるみたいなとこあるんだけども年イヤ試験に関して言うと非常に素直な問題が多いんでもうその辺はまあ基本の問題は全然大丈夫じゃないかなと思ってます。問問題題はその事例問題で 30問の基本の問題の後が、えー、事例形式の問題になっていて3級の試験だけどねこれもあの僕は以前に3級講座で、えー、僕は作った予想問題を画面上、えー、出してるんですけどねこういう年金の具体的な歴書いてきてでそれに基づいて期間の長さを聞いたり 老齢年金の支給開始の年齢を聞いたり、いろいろ聞いてくるんですよね。どどないです。年金多少かかじったことがある方でも。だからちょっと嫌だなって思われる可能性はあって。それはちょっと。ね、あの嫌だって思われた、らちょっと。困るんですけどね。まあ、ただ、あの抗議自体はね、こう。とにかく具体的な事例に即して。 えー、あんまりこう受験勉強勉強した講座にするつもりはないんで、えー、普通に、えー、あ結構面白いなって思って聞いていただける講座はしたいと思ってるんですけどね。って言いながら、ね、こう計算式とか見るとわーって思われるかもしれないけどねこ,うこれをまあ,あのこう見てアレルギー感じない感じの講座させてもらいますけどね。 年金と報酬の調整の問題とかも出たりとかねなんかこんんなな雰囲気なんですよでただ、あのー、こういうものだけ見たら結構ああって思われるかもしれないんだけど講座の中では事例の解説部分は全部今画面上こう図を示していると思うんですけど図解で、えー、画面に提示して え見てもらいながら講義をしていく形ですので,であの書き込みしてもらいながら、えー、話が進行していくという形なんであの目に訴える講義を僕の方はしていくんで、えー、字ばっかり見てもうねこう眠なる講義するつもりはありませんので、まあ、その辺は安心していただきたい部分かなというふうに思っております。 まあ、あの産級試験の今、まあ、話をしているんですけども、えー、50問、えー、問題があって、えー、20問の事例問題が山場であるとでそこをいかにこなしていただけるのかっていうところが、えー、まあ講座を設定した意味があるのかなというふうに思ってますので、まあ、講座を受けていただいて、えー、事例サクサクといていただいていい点数を取っていただきたいと思ってます。 まあ6割とか言わずに8割でも9割でも取っていただきたいなというぐらいで思ってるんでね。でえあとはあのどういう方に向いてるのかっていうとこね一番メインのテーマなんですけど3級の試験に関して言うと一番適してるのは社老士の受験生の方かなというふうに思ってます。社のの受験をされる方の場合 年金を苦手にされる方っていうのは結構いらっしゃって、でそのためになかなか通らないケースがあるように思うんですね。で、社労士試験のこれ話なんだけども、社労士試験に関して言うと、卓一の問題が七十問あって、で二十問年金の分野が二十問です。国民年金十問、厚生年金十問で二十問も あるんですよだからそこ苦手だとどうにもならならいんですねだから20問中年金科目があって、えー、それは17とか18とか取ったらそれは楽でしょ仮、まあ、に9割18点取れれば残りの50問6割程度で乗り切れば計算上合格ラインに乗っかってくるという感じで、えー、点数がすごく安定するんですね。 だから年金を得意になっていただくことが、えー、社労士試験合格のまあ鉄則というか近道なんで,でじゃあそれをどうやって達成したらいいのかってなった時に年アドサンキューやってくださいとういととうことになるんですで社労士やる人はこう社労士の勉強それは生半可なもんじゃないですからもうしんどいと。 でその上で年アドやれとか言われても勘弁してくださいとか言われちゃうんだけど、あの社労士の年金科目の問題っていうのは最近事例系の問題が多いんですね。で事例問題多いと。で事例問題の対応で特効薬になるのが年アド3級の勉強かなと思ってるんですね。でそので事例たくさん年アドの勉強したら経験できますから。 シャロシの試験問題の事例問題に対して嫌な感じはなくなると思います。で、サクサクできるようになると思います。ですので、すごくこう汎用性があるというかね、シャロシ試験と念頭試験とすごくこう関連性があるというふうに見てますので、まあ,あの決して負担にはならないんで、シャロシやる人はぜひやってほしいなという思いです。 であのまあ、先ほどあのネアドの問題こんな雰囲気ですっていうのをこう見ていただきましたあの基本5択なんですね5択、えー、の試験ですので,でシャロシ試験も5択なんですごくそこはまあ違和感あんまり感じないところだと思いますのでね一番やっていただきたい部分かなと思ってます。でこれあの2級の試験になると 二級はオール記述なんで何度がぐっと上がるんですよ。だって事例の問題だってこう選ぶからまだいいんですけど、これ全部期間数えて計算しろって言われたら結構しんどいと思うんですね。で、それが二級試験なんで、二級に関して言うと、えー、やっぱ向いてるのはまあ社労士のえ合格者レベル、であと年上三級の合格者で。 実力者の方まあシャロシ試験はねこう難度がやっぱり最近高くてえまあなかなかこう力があってもえその年の問題の相性とかもあってえ合格に至らないといとうケースもありますですからまあシャロシ試験にほぼもう合格水準に達していてえ力はすごくあるんだけどまあこう相性の問題でなかなか通っていないとか。 だとすると、まあ力的には二級チャレンジできるのかなというふうには思ってますけどね。ただからあのいつも言うんですけど、あの出題の形式がこう二級だとオール記述だから、そこがこうシャロシ試験との、えー、まあ互換性というか、えー、汎用性の部分でどうかって言ったときに、若干ちょっと躊躇というかね、あのまあある意味こう。 違うう筋肉を使うと言ったらい,いのかあのそこはストレスになると申し訳ないなっていう気持ちがあるんで、えー、仕事がすごく忙しくて、えー、学習時間取るのに宿泊されてるというような状況を言われるような場合はあの無理はしないでくださいということはよく言うんですね。でただあの難度が高いといととうことは こう受かるとやっぱすごく自信がつくという面があるんで,でもう気分的にいこうモチベーションを上げたいで強い相手を倒したいそういう思いでね、えーこうまあ、多少のこう出題の形式が違って、えー、しんどい、えー、こう多少のストレスはかかる、まあ、それは承知の上で、えー、2級チャレンジすると。 いう人も増えてきてるのは感じますね。社労士試験合格する前に。え二級試験すでに通っているという人も最近。いらっしゃるような気がします。で、二級のレベルに到達すると。まあ、あの、自力で年金相談。していただける。それに見合うレベルだと思いますので。えー、社労士の試験問題。見ても。もうへっちゃらというか。ね、本当それこそ、どこからでも年金かかってこいみたいな。 えー、強いレベルになってるんでまあそこの極みを目指すということはまあすごくいいんじゃないかなというふうには思ってますただ何度も言いますけどもこう試験の形式がオール記述というとにかくひたすら書くことが要求される試験に二級試験はなるんででシャロシ試験とそこのこう感じは全然違うからまああのー、ちょっと スケジュール的に物理的に自分の時間の時間を見たときにああちょっとこれはしんどいなって思いがある場合はまあ無理はしない方がいいかなというのはね率直なところですね。で,でちょっと二級のこう2級試験にどういう方向いてるのかっていうのもこう流れ上お話ししてしまいましたけどリーフの方を写して。 お話し,しますとやっぱり3月の試験でね2級試験も 3, 3月3日の試験で午後が2級試験午前中は3級試験で午後が2級試験ということになっていると。であとね2級も3級も同じ日に試験やるからあの申し込みの受付期間は一緒なんですよ 2, 2級も3級も。 まあの締め切りが1月の21日の月曜日っていうふうになってますのでそこはちょっと一番注意はしていただきたい部分かなというふうに思います。これあの締め切り期限ぎりぎりの夜まで受け付けてくれてるっていうのはあのネットからインターネットからあの今は申し込みできるんですね。今そういうい時代なんで で銀行業務検定で検索してもらったら、まあ、この,そのホームページのアドレス打ち込んでもらってもいいけども、えー、普通にこう検索サイトで、えー、年金アド,バイアドバイザーとかあと銀行業務、まあ、銀行業務検定がいいかもしれないけどね銀行,業務検定銀行業務検定で探してもらったらここの,あのアドレスはすぐ出てくると思いますね。でえー、銀行業務検定の中の中 メニューなんで年金アドバイザー試験というのはでそこでこうメニューの中から探してもらったらすぐ見つかると思いますで、えー、ウェブページからお申し込みもできますからでその場合だともうギリギリ、えー、締め切り日の晩まで行けますけどまああんまりこうギリギリすぎると、えー、ねこうネットがつながらないとかなってねあのまああんまりないとは思うんだけど。 回線の不具合でうわーとかなってねもう今日,今日ギリギリやんとかなるの怖いじゃないですかだからまあ早め早めにあの講座の申し込みしていただきたいっていうのは僕は講座やってるから絶対思うんですけど講座申し込んでくれたのにねこう試験の、えー、申し込み自体試験そのものの申し込みが 期限過ぎてしもうたというのは本当もうホラーなんでね、えー、まあ講座申し込む以上に試験の,がの願書の受付付あはご注意いただきたいですね。3級も基本一緒でまあネットから申し込む人が今は多いんですけど あの原書のこう用紙自体を、えー、ダウンロードしたり入手されて、えー、郵送で、えー、提出することもできます。ただその郵送の場合は日にちの余裕見とかないとねこのこの日にひあの急着なんであの到着しないと、えー、遅れるとダメですからね、えー。まあまあネットから早めにクレジット決済で早めにお申し込みするっていうのが一番。 楽な方法かなというふうにはね思うんですけどね、そんな感じです。で、えー、もう一回ちょっと確認の意味も,意味も込めて画面に二級の試験の案内をね、えー、書いてまして、まあ受かるとまあ相談業務基本的に自力でできるレベルにたどり着けるんじゃないかなというぐらいで思ってます。それぐらいの高いレベルです。 で3時間の試験で三時間の試験でね問題はわずか十問わずか10問ですよ。でも全部あの各試験だからねこれもこう僕はあの以前に作った予想問題の抜粋をしてるんですけどもリーフの下の方に入ってますけど期間を数えさせてでその期間使って年金額出して でさらにそれにまつわるう事例問題にも取り組んでいただくこう証文がいくつも一個の事例あたり出てきますから結構時間食うんです、ね、だから3時間だけど試験時間は3時間なんだけど正直時間切れなる試験だと思いますね。180分で、えー、事例10個だから 一、えー、問あたり二十分かかってたら時間足りないですね。十、え、八、ー、分一問あたりでこういうねこうむちゃむちゃ時間かかりそうな問題が、えー、たくさん出てきますから、えー、まああの二級試験合格するための鉄則としては、まあ書く作業をたくさんしないといけませんね。答案を書く作業をね、だそれをおろそかにするとなかなか。 取らないででですあの時間切れでミスしまくるんでねで非常に恐ろしい試験でね、まあ、恐ろしいとか言うとあれなんですけどやっぱそういう面はありましてだから証文の1個目で期間の数え違いをやっちゃうとそれを使って年金額の計算をしたりするから合わないんですよねあの出だししミスしたらもうド,ドミノ的に間違っていくんで点数全然ないみたいなことになっちゃうんです。で3級試験だと 五択だから単純にこう消去法で正解に近づいていって答え出せばいいんであの答えは出しやすいんですけどえ二級試験の場合は全て書きますからもちろんその最終的な答えにそこがあっても間違いがあっても計算過程で一つ一つクリアできていれば部分点はあるとは思うんですけど。 部分点の予想とかなかなかできないもんね。で、できることなら完璧に合わせたいですもんね。だからまああの部分点期待部分点の期待でなかなかねこう点数は読めないわけですので、えー、ま正確にやっぱ回答していくしかないと思うんですよね。でその中でこう取れるところはしっかり取っていただいて、で何問の類は部分点1点でも2点でも積み上げて、で合格ラインは 2級も二級試験も6割なんでね180分の試験で10問問題があって全部事例でで合格ラインは、えー、やっぱり6割ですので、えー、もうとにかく取れるところでしっかり取っていただいて、えー、6割たどり着けば時間内に6割たどり着いたら勝利勝ちだとそういう思いでやっていただく試験かなと。で3級に関しては あ割とこうひ平凡な問題もありますから、えー、取れるだけ点数取ってほしいという思いで講義をするんですけどね。2級はまあ点数の読みがなかなか難しいんで、6割時間内に届いていただくためのテクニックをいろいろ伝授していくと、そういう面はあるありますね。まああの何度は相当ありますので、まああの伝達これ伝達内藤 やりようがないからね。試験場に電卓忘れていったら。三級はまだ何とかなりますけど、二級は。電卓忘れたら。もう本当。どうにもならない。ですね。そんだけ計算さすというね。えー、ことです。あ、講座の、講座の中でもね。電卓は必携ですので。えー、持ってきていただきたいというふうに思っております。そんな感じね。まあ、試験に向いてるのは相当レベルの高い方っていうのは、まあ、感じていただけ。 たんじゃないかあとねあの講座の内容について簡単にお話ししとこうと思うんですけど、まあ、3級と2級と、えー、講座の設定をしておりますので、えー、リーフに講座の内容を入れてますので3級、えー、講座からお話をすると、まあ、リーフの5ページって書いたところに講座の全体が分かるように入れてまして。 産休試験の対策講座なんですけれども、年金の仕組み講座というのが第1回目で、でこれはあの基礎の基礎から喋ります。ですので、先ほどはあの三級試験に向いてる方ってどういう方かって言ったときに、まあ、社労士の受験生の方にはぜひやってほしいもんですから、まあ、井の一番にその話をしたわけですね。でただあのこの部位見ていただいている方でまあいろんな方いると思うんです。 全くその社労士の受験とかは考えてなくて、なんとなく年金の勉強を興味があってやってみたいなとかあと、その金融機関で年金の業務にねこう新たに就かれる方とかで必要に迫られて年金の勉強を考えている方もいらっしゃると思います。まあ皆さんあの歓迎ですね正直。社労士の受験生の方は、僕は社労士の講座をやっている関係上。を あのすごくあの意識してお伝えしたという部分はあるんだけども全くこうゼロベースで始められてでネイアドド受かってからえあシャロシもやってみたいなということでそれからシャロシする人とかもいるしねまあきっかけになることもあるんでねでこうゼロベースだとやっぱり不安はあるんじゃないかなと思うんです。 全く見知らぬ年金の勉強で、えーね、こうどんな問題かっていうのをチラチラ最初の方で、えー、この、ね、説明会で画面上見,せまし見ていただきましたけども全く年金の勉強経験なくて問題チラチラ見たときにはあの「いやもう勘弁してください」と「無理です」とかなんか言われちゃいそうなんですけどあの全くこうゼロでもいけますよ。あ 受けていただくことあるし、ね、あのそのののための年金の仕組み講座なんですだから全くこうゼロベースで勉強を始めていただく方にも、えー、丁寧に講義して、えー、基礎の基礎から分かっていただくのが「産級講座」なんでウェブ検定ではあるんですけどね年金の仕組みの講座から、えー、受けていただきますと、まあ、全然ストレスなく合格講座につながっていくと思います。 でこの3級合格講座というのが、えー、一番基幹になる部分で6回でインプットしましてで講座のちょっと進め方的なことを言っておくとあの講義のテキストオリジナルの講義テキストでインプット講義をしていくと。である程度の単元しゃべったら内容しゃべったら、えー、じゃあこの辺で え関係する事例問題やりましょうというような感じでえ主催者が試験の主催者が出している問題解説集というのも使用教材なんですけどこれ過去問集です簡単に言うと。主催者が出している過去問集を使って直近の事例問題をえ解説講義します問題集のこう全てを使うっていうことはあの正直しないんですけども。 直近の事例問題を取り出して、えー、解説をして解き方を、ね、説明していくと、まあ、その解き方を説明していく時に先ほども画面に瞬間出しましたけどあの図解の資料を画面提示ですからまああの図を見てもらいながら、えー、事例の解き方をじっくりやりますので、えー、基本の問題以上に事例問題 より正確に解いていただけるようになっていただけるものと思っておりますで、あの何度も言っておりますけど僕はあの目に訴える講義をするタイプなんで、えー、オリジナルの講義テキストも僕自身が作ったものになりましてちょっとその一端を見ていただこうと思うんですけど二級も三級もだいたいインプット教材は あのよく似た形式でね同じようなもんだと思っていてもらったらいいですこういうその図表をこう多用するテキストにはしてるんですねこういうまあ図をいっぱい入れてる表をいっぱい入れてる感じなんですね。だから見た目にあの絵見てもらいながらやるような感じなんでこう字ばっかり見て眠くなると。 そういうことは全くない講座なんで、初めての方でもそこは安心して受けていただける部分じゃないかなというふうに思っています。まああの六回の、えー、インプット講義があってで最後まあ締めくくりが三級登録まあ登録って書いてるんですけどこれは解説講義のみで、えー、予想問題自体はご自宅で解いてもらって、えー、解説講義を見ていただくと。 いう感じですまあ,あの通信のね、えー、対応してますからウェブとかで見ていただく方が多いんじゃないかなと思うんですけど問題自体はもう全部で50問ある問題を、えー、30問の基本問題20問の事例問題を、えー、1回2回と、えー、2回の解説講義で、えー、50問全部解説をすると2時間半の講義それぞれでね。 でまあ、まあ、あ,のあらかじめ解いといてもらって解説講義を見ていただくと、まあ、通学講座の人とかももうあの基本ご自宅で解いといてもらってで、えー、解説部分を講義受けていただくとこういう、まあ、スタイルになりますね。でこの、えー、予想問題の解説講義を受けていただいてこれで、まあ、完成させて、えー、試験場に行っていただく。 まあ3月の頭に試験場に行っていただくとこういうまあ流れですね。そでのでこのパックになってる合格パックでやっていただけると、えー、無理なく自然に力つけていただけるんじゃないかなとそんな感じで思っております。であとととちょっとまあ注意点というかあの 間違わないように言っておきたいことがありまして、まあ講座を受けていただく場合のね、ちょっとまああの注意点なんですけど。あの使用教材の中に、主催者が出している問題集の方が入ってるんですけど。主催者が発行している、発刊している問題集っていうのは。本屋さん行くと、書籍自体が、販売されてるんですね。だそれを。本屋さんで買っちゃうと、後から。 ね、使用教材の中に含まれていて送られてきて見てびっくりみたいな話でねああ買ってしまったダブ、えー、っちゃったみたいな話でねも,もったいない話ですのでねあの本屋さん書店さん行ってご購入されるのではなくて、えー、レックの教材一式の中にもその,あの教材を含めてますので、えー、ご購入いただかなくても本屋さん行ってご購入いただかなくてもあの手に入ってきますあの送られてきたりしますので。 です、えー、ので、えー、主催者が出している問題紙は購入せずにお待ちいただきたいとお申し込みいただければ、えー、皆さんの手元に行きますのでね、まあ、そのように思っておいてください。で3級に関して言うとリーフの下の方に、えー、書いておりましてあこの辺かな。 問題,解問題解説集ですねこれに関しては通信制の方はテキストと一緒にご指定のご住所に発送しますとで通学生の方は通学の場合あのスケジュールはちょっと早かったりするんで3級の講座に関しては教室でお渡しいたしますとあと、えー、電卓筆形なんでね、えー、電卓は、えー、絶対 持ってきてくださいというね、えー、ことです。これねあのおそらく誤植だと思うんで言っておきますと、年金アドバイザー三級問題解説集2019年ですよねどう考えても2019年の3月受験用の問題集ですねまあそれを使用するんですけど。 えー、教材地域レックの方で、えー、レックの方で入手して皆さんにお渡しする形をとってますからね、えー、本屋さん行ってご購入しないようにっていうこと、ね、でこんだけしつこく言うっていうとあの購入してしまってる方がいてですごくこう熱心な方とかだとね本屋さん行ったら売ってるもんですからもういち早く入手されてしまってるっていうケースがあってねああそれ。 うち,うちの方で教材の中入れてるんですよみたいな「でえー」みたいな話であるんでそれでちょっと言った次第なんですね。そのとこですそれでは一応3級の講座に関してはそういうところなんですけども2級どんな講座なのかリーフの7ページに入れております。 非常にシンプルな講座の設計になってまして6回の合格講座これでまあインプットします3級とまあ基本的に進め方は一緒でオリジナルテキストでインプット講義をしてである程度しゃべるとざーっと要件とかは、ね、こう老齢年金の要件とか、まあ、例えばざーっとしゃべってじゃあ該当する問題見ましょうみたいな形で。 え問題解説集の方で主催者,主催者が出している問題解説集の直近の問題使ってでそれでえ問題の解き方を図解の資料とかも使いながら問題の解き方をやるとそういう感じになります。でまあそれでえこうやっている形なんでねで教材意識の中に先ほども言いましたように問題,問題集はね入ってますので本屋さん行ってご購入はしないようにと。 いうことです。この辺書いてますね。2019年3月受験用の問題集を使用しますと。でテキストと一緒に皆さんのご自宅に送付しますのでね。小、えー、屋さんで買わな買わないように。もうもういいとか言えそうなんだけどね。で電卓は筆記なんで講座の中で教材一式とともに持って使いますのでねご用意ご用意くださいと。 まあ生講義の人は忘れないいよううにという感じですねで6回の講座があって2時間半かける6回の講座があってでその後二2級トーレこれがちょっとあの特色がありまして60分問題解いていただく時間の設定をしてて、まあ、ご自宅であの問題解いていただくんで。 時間は1時間あの時計で見といてもらって解いてもらいます。で1回あたり60分の答案練習の1回あたり,あたりですね問題はね4問あるんですよ60分で4問解いていただく。だから1問あたり15分ですから相当タイトな時間の設定を予定してます。でこれで頑張って解いてもらっててていもら で、講座自体はその解説部分のみですので、えー、解説講義を聞いていただくとこれの流れになります。でえー、まあ、解説講義80分つけましてね。これをその3セットです。で、講座の目的としてはえー、まあ、時間が。なかなか足りないぞというのを実感していただきたいと思っているんですね。で、本試験が2キロ本試験が。 180分で10問解きますので1問あたり先ほども言いましたけど18分20分とかかかっちゃうと時間切れなんですね。時間との戦いの試験ですのでいかに時間が足りないのかタイトなのかっていうのを身をもって体験していただく講座なんですね。ご自宅でで時計置いてタイトルの中で チャレンジしていただくとであとはまあ解説講義で復習をしていただけますからそれをまあ3セット繰り返してもらえると、まあ、相当力がつくと思いますで問題自体はあの特に試験に品質のところを、えー、こう僕の方で作ってくる感じにしますので、えー、まああのマニアックな、まあ、めったに出ない論点やっても,もしょうがないと思うんですね。 で毎年毎年出てる論点を、えー、予想問題で作りましてでそれを、えー、短い時間の中で特練習をしていただくとそれを繰り返していただくとで試験場に行った時に確実に取れる問題を取っていただくための答練と問題解説の講座とそのように位置づけしてます。まあ、これで全部こなしていただいて試験場に行っていただくと。 まあこういうい流れでウェブとか通信で受けていただく方が基本的に多いあの講座なんですけど、えーまあ、東京と大阪で、まあ、東京の方はあの早川先生ご担当していただいてであの早川先生の方もこう収録の方も担当しますので僕はあの大阪の方で生講義の担当と あとまあ収録の方も担当するんで、えー、まあウェブ講義とかはもうご自由にい受けていただけるような感じになるかと思うんですけどねまああの東京の方の先生の講義早川先生の講義大阪でやってるまあ私大野の講義、まあ、ウェブ自体はウェブで受けていただく場合は両方とも受講もできますんでね。 両方受けてより力をつけていただくということもできますしねであと生講義の臨場感を味わいたいというふうに思われる場合は、まあ、皆さんのお住まいがどこにあるのかというところはすごく影響するとは思うんですけどね、えー、まあまあ、えー、通える範囲で生講義をご希望の方とかは、えー、生講義もご検討していただければというふうにね思っております。 まああの講座のスケジュール的に言うとこう生講義は12月のまああの梅田は12月の10日が開校で,ねで東京は水道橋で早川先生の方は12月の15日がまあ開校になっていてでスケジュールが走ってますからまあそれはまたねあのレックの中心校の担当者の方とかに聞いていただいたりまあリーフの方も よく見ていただけるとこちらの方ねスケジュールをちょっと画面上映してますけどねえ早川先生東京の早,早川先生の、えー、スケジュールで梅田で、えー、僕は生講義もしますので、えー、僕のスケジュールとこう左と右でこう書いてますんでね。 12月の15日講座、ね、水道橋で開講しまして早川先生ねで梅田の方は私大野が12月の10日三級講座スタートいたします。で三級講座のスケジュールがあってでその後年明け2級講座が順次開講していく形ですのでね まあその3級と2級と両方される方とかも時々いら,しいらっしゃるんで講座の順番をまあ3級スタートで年明けで2級という感じにはしてるんですね。でまあその3級と2級どちらにするのかっていうのはまあ試験の難度の問題があるから、えー、まああの冒頭で申し上げた部分をこう参考にしていただいていいと思いますしお時間がまあたっぷりある方で、えー、両方受けられる方も 中にはいらっしゃるんで、スケジュールをこう、まあ三級からスタートするような形にはさせてもらっていると、そういうところです、ね、ただその三級も二級もその年金の学習をするというところは一緒なんで、インプット部分は講座の内容がある程度こう重複してくる部分はあるんで、そこはねご理解の上という感じでは思ってるんですけどね。まあそれと試験が三月の三日で。 午前中が3級の試験で昼から2級の試験でこう体力的に結構しんんどいと思うんですねだから僕自身はあんまり無理はなされない方がって言っちゃうんですけどねまああのお時間が潤沢にあってまあ療法されるという方も現実にいるし試験の主催者も、えー、同日に時間もずらして試験の設定をしてくれてるという面もあるんでね、まあ、そこはまあ皆さんの 状況に合わせてなのかなというふうにね思っております。で、えー、まあ生講義のスケジュールをこう画面上ね、えー、映してますけども、まああの順次、えー、僕も早川先生も収録講義入っていきますので、ウェブの方でね12月25日から配信が始まりますので、まあ二級も三級も 12月25日から配信がね順次始まっていきますので、まあ、まあ全国で受けていただく方がいらっしゃる講座なんでまあまあウェブなんかで皆さん皆さんの方にね講義するして見ていただくということも多いですので、えー、通信の方もよろしくで生,生講義直接ね来ていただく方はまたよろしくという感じ,感じですね。 まああの最後にあの僕の講座するにあたってのまあ思いというのをちょっとお話しして締めたいと思ってるんですけど講座をまあやるにあたってえ思ったことがありましてまあ試験に合格していただきたい試験に合格するためのテクニックを伝えるという部分は当然受験講座ですからそれは当然なんですけどそれ以上に最初に思ったことがまあ年金 面白いなと思っていただきたいって思いがすごくあるんですね。なんとなくこう社労士の勉強されてる方だとそういう方いるかもしれないんだけど、年金しんどい年金面白くない。年金辛い。これでは身につくものも身につかないと思うんです。だから僕の講座僕とね。早川先生の講座を受けていただいてあ。なんか面白いな。なんかよくわかるな。なえー。 でそういういのを自然に思ってほしいなって思いがすごくあってで結局そのお金の話でしょ年金って。で本来お金の話って、えー、皆さん大体好きなんですお金の話はね。一体いくらもらもえるねんっていう話は本来人間くさい話で面白いはずなんですね。でそれをこう暗記に偏った勉強しちゃうと ななんか嫌いっっちゃううとこがあってね、えー、もったいないわけですよ。で年賀の勉強っていうのは事例をふんだんにやりますし人間の顔が見える勉強だと思ってるんで、えー、あんまりこう勉強勉強、えー、受,験受験勉強みたいなノリじゃなくてもう単純に、えーまあ、気楽に、まあ、気楽にと言い過ぎかもしれないけどでも肩の力抜いて、えー、自然に聞いていただきたい聞いていただける講座。 それをまあ作っていきますんでね。まああの年金好きになりたいそこのえあなた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 ね受講してくださいというね感じでございます。それでは講座で皆さんとお会いできることをねおたのし楽しみにしております。僕のガイダンス講義はこれで終了いたします。皆さんどうもありがとうございました。